誰でもできるのが売りなんでね、パラリと振りかけてあげればわかんない、それっぽく。どうもキュウリのお姉さんキュウリです。今回はキュウリのお姉さんキュウリの作るキュウリレシピでございます。カーネーガンダムということですね。今回ですね、無限に食える無限ジャバラキュウリ、僕のキュウリおつまみの中で最高傑作です。しかもこれ何がいいかっていうと、漬け込みが5秒、漬け込む5秒でめちゃめちゃうまいキュウリが食えます。ポイントが1個だけあって、切り方なんですね。キュウリって切り方でこんなに味が変わるんだっていうのを皆さん体験してみて、ということで今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあもう飲んでいい？みんな飲んでいいですか？いいかも。はい、じゃあ飲んでいきます。やっぱね、キュウリはね、カリウムっていうのが、ね、豊富なんでね、お酒飲んだ時はむくみを取ってくれるんでね、ということはね、いくら飲んでもいいということですから、もういくらでも飲みましょう。やばい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 。アルチューマシン2号、まあこれぐらいですかね。これ入れてアルコールに夢中になっていきます。夏だこれ。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあね、まずね、キュウリを切るんですけども、ここが最大のポイントなんで、ここだけめんどくさい。キュウリね、置きますね、こうやってね置いて、あの箸ね、まあなんか長い箸が、菜箸かなんかあったらそれがいいです。菜箸置きます、こうやって。でこんな感じでね、あのこう切れ目入れていきます。まあこれなしでできる方もいらっしゃると思うんですけども、この料理チャンネルは誰でもできるのが売りなんでね。でこうすることによってキュウリがね、全部下まで切れていかないんですね。感覚的にはね、できれば薄ければ薄いほどいいです。はい、でここまで切ったら裏返します。さっきはね、このこう垂直に切ったんですね、垂直に切ったんですけども、今度は斜めに切ります。ちょっと自信のある方はね、箸使わずにやっていただいてもいいですよ。はい、でこうやって切ると、ほらこうやってね、あのこうやって蛇腹になるんですよ、これ。はい、これ大事で、これをもう一個やっていくとね。これもじゃ次もうパッパパッパやっていきますね、これね。はいはい、そしたら2号機も、ま、あっ、ちょっと入れても大丈夫。はい、そしたらこいつをですね、またね切っていくんです。これこのまんまだとでかいんですよね、味薄すぎちゃうんで、こんな感じでね、あのこんな感じでこう切っていく。でヘタのところはちょっと切り落として、こんな感じですね。まあ、ちょっとね、あのザルとちょっとボールなかったんで受け皿用意します。でここに蛇腹キュウリ入れるんですよ。でここに、ね、塩一つまみ、あの一つまみって言っても僕の一つまみ結構多いんで、これぐらいのお塩です。これをね、あのかけていくんです、こうやって。でちょっとあえていく。そうするとね、何が起こるかっていうと、こうね、浸透圧でね、あのキュウリから水が出てくるんです、すぐで。ちょっとね、形崩れてしまっても構いませんので、こうやってね、揉んでね、揉みながらこうあえていくんですよ。で絞っていくんですよ。ほらもう水出てくるでしょ。一本ずつね、絞っていくとキュウリにまた味が染みやすくなるんですね。あのめんどくさい方はね、こうやってこう全体的にこうギュッと押し付ける。はい、ちょっとキュウリの形崩れますけども、水はかなり出てきます。ほらこんな感じ、ある程度の水の出る感じでいいです。ある程度って言ってもこれぐらい出るんですね。でこれをあのサワーね、キュウ汁サワー、ああカッパの気分だ。でさっき給汁が入れてたあの容器があるんですけども、あのこれをキュウリはね、ここに入れていきます。はい、でここに調味料を入れていきます。お醤油小さじ1と半分、豆板醤です、小さじ1と、これも半分ですね。はい、辛いのが苦手な方はお醤油少し多めにして豆板醤を減らすとかっていうようなやり方もできます。そしてお砂糖です、これもね小さじ1半、ちょっと中華風のタレになります今回。でお酢です、お酢小さじ1半、だから、ね、全部ね、あのほとんど1対1対1なんですよ、これね。お酢小さじ1半で、ごま油小さじ1半、
で、ここに味の素 1,2,3,4,5 振りです。で、これこうやって和えていきます。こうやって揉んでいくと豆板醤とか、このきゅうりの中華だれが絡みます。ちょっとね、味的にはね、ちょっとよだれ鶏っぽいような味付けですね、これね。で、揉み込んだじゃないですか。はい、揉み込んで、はい、これ完成。最後にあればで結構です。あればね、ごまパラリと振りかけてあげればかなりそれっぽく、もう器これでいいよね。できました、無限ジャバラキュー完成です。はい、それではできましたので食べていただきたいと、いただきます。これさっき食べてなかった、下手。あー、じゃあ形が残ってるやつ、うまそうだね。じゃあ、みたいな、うまっ。やっぱこれ最強だわ。俺これとんでもないものを見つけてしまったような気がする。チューハイが合う。豆板醤の辛みとコク、ごま油の香り、お醤油のうまみ、お砂糖がね、まとめてくれる甘さをね、夏は毎日これ食いたい。これ多分ね、倍作った方がいいわ、すぐなくなるわ。マジで美味しい。ジャバラに切ってるからキュウリの隙間にタレが染み込んでいくんですよね。つうかタレが尋常じゃねえから、うめえ。ということで、これを一人で食べるのはあれだと思いますんで、いでよ召喚獣。はい、いただきます。うまっ。ずっと食えるでしょ。じゃあやってみてくださいよ、これ。これうまっ。ありやな。わじゃお。漬け込みさ全然ないじゃん。味調子見てない。全部カッティングまでしないから隙間で収めてるから、ちゃんと調味が入る。そう。テクニシャン。テクニシャン。最強。はい。最強テクニシャン。ございます。逃げるように入んじゃない。ということで皆さん、どうでしたでしょうか。これね、切り方次第でこんなにすぐ味が染みて、あ、こんなにパリッパリの食感になるんだっていうのを皆さんに伝えたくてこの、動画撮ってるんですけども、きゅうりレシピいっぱい出してますけども、一番おすすめかもしれないです。これは切り方さえ間違えなければ本当に簡単にできますんで、ぜひ皆さん試してみてください。ちなみに哲也は彼女募集中ですんで、どうぞコメント欄にぜひ使う。ぜひコメント欄にお願いします。それか概要欄に哲也のツイッターアカウント載せときますんで、そこにDM。 いや本当切実です。哲也は僕と同い年で35なので、はい、同じだよ。いや俺は大丈夫、うん、俺は料理と死ぬから料理と心中するんで、はい。